スペクトロン初期型ボンゴ版がベースのフォード J80 スペクトロンはフォードモーターのキャブオーバーワンボックスカー。マツダが OEM 供給するボンゴの姉妹車である。本校では商用車版の J80、J100、海外向けのエコの版についても解説する。1979年にフォードとマツダは資本提携し、フォードはアジアオセアニア、 艦隊併用地域向け小型車の開発、生産を松田に任せることにした。そのアライアンスの一環として、同地域向け2981年より2代目ボンボが、エコのバンとスペクトロンの名で o e m 供給されて販売された。プラットフォームは、松田エスプラットフォームを採用する。これらは、その当時に、日本では発売されなかった。 その後日本国内でフォードの販売チャンネルであるオートラマが発足し、取扱車種の増加による販売拡大を狙って日本国内でも発売された。同時にバンとトラックも発売となったが、日本では三菱ミニカエコノの商標があるため、フォードへこのバンの名は使われず、ボンゴベースのものを J80、ボンゴブローニーベースのものを J100 として販売した。なお、 J1-00 は、海外では、エコノバンマキシの名称で販売され、日本にはないブローニーワゴンのフォード版もスペクトロン、スペーサーの名称で存在した。日本での販売が終了した後も、海外向けエの版、バン、スペクトロンの販売は続けられ、オセアニアを中心に四代目ボンゴベースのものも存在したが、2013年10月に、台湾、福徳六和二社にて、 台湾使用者の生産が終了したことで絶版となった。1981年、オセアニア向けに2代目ボンゴの OEM 車として販売開始。1983年、フルモデルチェンジ。日本国内でも販売開始。スペクトロンのグレードは、XL と上級の XLT の2種類。1986年、マイナーチェンジ。スペクトロンの フロントマスクが J80、J100 と共通のものから専用のものに変更される。1989年、スペクトロンに特別使用車スポーツ発売。以降1991年まで毎年発売される。1990年、マイナーチェンジ。XL が廃止され、シングレードのモンターニュが追加される。J80 のバンパー形状が変更される。 全車には、ディアアンダーミラーと集中ドアロックが標準装備される。1995年、ボンゴフレンディがベースの後継車種フリーダンが登場。ただし、スペクトロンも併売される。スペクトロンのディーゼルを2.0リットルインタークーラーターボディーゼルに変更。1996年、J80 をマイナーチェンジ。フロントバンパーとフロントドアウィンドウの形状が変更される。 1998年1月、スペクトロン販売終了。J100 をマイナーチェンジ。J80 同様、フロントバンパーとフロントドアウィンドウの形状が変更される。1999年、J80、J100 生産終了。一部の海外向け子のン、スペクトロンをフルモデルチェンジ。2013年、台湾向け子のン生産終了。 これにより、名実ともに32年の歴史に幕を下ろす。外観及び内装は OEM であるためボンゴに準じているが、フロントマスク、エンブレム、リアコンビネーションランプレンズのみ、オリジナル仕様。また、三代目ボンゴ、ボンゴブローニーのバントラックは、デビュー以来何度か、フロントマスクの変更を受けているが、J80、J100 は、ボンゴに合わせたバンパーのみの変更で、 フロントグリルは最後まで変更されなかった。第8型ガソリンエンジン車は特殊車を除く一般的な自動車としては最後の手動チョーク採用車であった。外装以外の改良と変更もボンゴと同時に行われている。詳細はボンゴ及びボンゴブローニーを参照。スペクトローン。トヨタ自動車株式会社。2020年1月25日閲覧。 ありがとうございます。